X リーグの試合結果をお伝えするアメフトフット今週は6月17日、18日に行われた X1 スーパーのパールボール決勝天ヶ崎ボール、X1 エリアのジュニアパールボール決勝 X2 のスプリングボールトーナメントの試合結果をお伝えします X1 スーパーはパールボール決勝が行われオービックシーガルズ対野島坂見原ライズは9対7でオービックシーガルズが勝利しました 終了間際にタッチダウンを取られ2点差に迫られたオービックシーガルズですが逆転をかけた野島相模原ライズのオンサイドキックを確保し2ダウンで試合終了大会4連覇を果たしましたまた西日本招待試合として天ヶ崎ボールが行われアサヒインギョークラブチャレンジャーズ対アズワンブラックイーグルスは63対0でアサヒインギョークラブチャレンジャーズが勝利しました アサヒンイクラブチャレンジャーズが X1 スーパーの貫禄を見せつけ対勝しました X1 エリアはジュニアパールボール決勝が行われ警視庁イーグルス対フジフイルムエビナミネルバ AFC は0対14でフジフイルムエビナミネルバ AFC が勝利しました2インターセプトを奪い完封したフジフイルムエビナミネルバ AFC がチーム初タイトルを獲得しました X2 はスプリングトーナメントの交流戦1試合が行われ、ブルーサンダース対ラングラーズは5対0でブルーサンダースが勝利しました。セーフティーを挙げたディフェンス陣の活躍でブルーサンダースが勝利しました。来週でいよいよ春季シーズンも最後です。残りスプリングトーナメントグリーンボールチャレンジジジュニアトーナメントはどんなクライマックスを迎えるでしょうか。Let's enjoy X リーグ。またね